本題の SX のもう一つの可能性。アータメカニクス、リガベロを撮影、車両を持っているオーナー向けのカスタムキットとなります。NSX をアータがカスタマイズ、オートバックスが展開しているブランドは、複数あり、モータースポーツの発展に大きく関わってきたアータもその一つだ。アータは2018年にレーシングチームから、レーシングスポーツブランドへと生まれ変わり、 スポーツウェアやタウンウェアなども手掛けてきた。その一環として、アータとスイスの高級機械支給で時計ブランド、ケイストスが融合したハイエンドシリーズ、アータケイストスが誕生している。そして、東京オートサロン2022にてアータのコンセプトを凝縮したカスタマイズブランド、アータメカニクスが発表され、カスタムカーの第一弾として、本題の SX をベースにした。 リガベロを披露した本家ホンダとは異なる存在感。2017年から2021年の NSX、NC1 型を対象にカスタムを行うというのがリガベロの全貌。つまりこの車を手に入れるためには NSX の車両を自分で用意する形になる。日本が世界に誇る NSX は排気量3.5リットルの V6 ツインターボに前後、 合計3機のモーターを組み合わせ、異次元の加速とコーナリング性能を実現した、ハイブリッドスーパーカー。ダイナミックな内外装の衣装を持ち、まさに唯一無二の存在感を放っている。リガベルは、20年以上にわたって、レースの世界で戦ってきた、アータが示す NSX のもう一つの未来、世界のスーパーカーに影響を与えた初代から続く、 同社のアイデンティティを生かしつつ、これまでになかった新しい存在感を構築したカスタムに対し2500万円超え、アータが培ってきた技術、試験が集約されており、エンブレムや塗装色を含む内外装をオリジナル化しているアータメカに、クスが手掛けた範囲は全て国内でハンドメイドしており、細部に至るまでこだわり抜いたカスタムが見どころだ。リガベロのボディサイズは、 全長4510、全幅1950、全高 1215mm、本家より全長が 20mm 長く、全幅が 10mm アイドになっている。完成車としての販売はなく、国内限定5台でカスタムを受け付ける。車両価格を含まない、カスタマイズ料金は2530万円となっている。